嬉しいだけ。ありがとうございます、今日も来てくださって。マジでめっちゃアゲ、めっちゃアゲです。イエーイ、ありがとう皆さん来てくださって。まつげクリクリ、涙袋もいい感じつけ足した。ありがとうございます。今日もパイナップルケーキ自分で作れそうですか？多分もう作れますね。簡単ちゃん、こんばんは。こんばんはです。あ、マックスフルジルさんだ。めっちゃ名前珍しいから覚えた。なんか珍しい方すっごい早く覚えちゃう。私なんだろう、なんだろう、なんだろう、なんか覚えちゃうんですよね。初見、あれ初見です。今日は、うん、初見じゃないでしょ。ピンク、そうめっちゃピンク。わし珍しい、うん、クリズムクリームゾンマシオさん、こんばんは。普通な名前、え、普通じゃないよ。もう覚えてる、覚えてるぜ。まつげやった、ありがとうございます。バターのいっぱい塗った分味、え、もうめっちゃ美味しかったあのバターがめっちゃ美味しいんです。バター大好きなんです。そう、まつげバチバチ最高、やった、バチバチ嬉しい。今日のめいめい控えめに言って、今日のメイメイ年相応に、え、ちょっとちょっと、いつもでしょ、まったくもう。水滴が今日じゅ、ねえ、いつもじゃないですか。ちょっといつもですよ。ちょっとジョーさん、皆さん面白いんだから、とかもジョーさん、うん、19歳です。じゃん、飲みます。今日の今日もメイム、ありがとう、嬉しいだけです。もう本当に昨日いや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 、そんなことないです。メロンパン今日食べた、お昼。そういや19歳の、いや、しましたよ、生誕祭しました。皆さん生誕祭しましたよ。もう4ヶ月前ほどですよ。もう、あ、それではこれから、名前を読んでいくっていうのをしていきたいと思います。イエーイ今日も読んでいくよ。今17分なので5分間頑張って読みますよ、皆さん。唐突ですがイエ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 イ、嬉しい。はいはい、いきます。坊主島ドラガン77のおじいさん、小野地高典、秀明、伊佐、ユー、アーニャ、ヨシヒロ、ジュンジ、タクゼロ、リョウケン、リュウオン、ノブタ、リョウ、タルヤキ、シモちゃん、タックン、ジュンジ、タオ、セキサ、チャンヤ、ヨシヒロ、トラファルガー、ドセイさん、タカさん、ダークさん、ババトウさん、RZV さん、アツシ、エイジ、ニョッキー、ハヤト、パパン、おとねけーと、そういうミルク、いざ、はやと、ピクシン、かもしだー、ゆー、た、ポニーテール最高ーよだとも、のぼちゃん、
ミシン、サンタ花道、本命さん、カッツン、サシユキ、ヨシ、シノ、スグル、マー、クロノペイト、ヒロク、マヨミさん、オーキューさん、アマイボトマト、リック、イロックさん、ユーマさん、何チャレンジ、今お名前読んでるチャレンジです。ジジデマリさん、ヤマダカノン、あ、コウジさん、ミヨン大島こと呼ばれないぞって言ったよ。ミヨンさんの推し、昨日のが早かったですね。ボーヤたちさん、ノブちゃん、ユーマくん、アールくん、マーさん、あ、ナミちゃん、ジミーさん、ヒユーさん、ヨッシーさん、呼ばれてない、ベルベさんに、テルちゃんぐー、テルちゃんぐー、テルちゃんぐー、イサ、ソコットさん、シュガキさん、サンマくん、ユーマさん、タクさん、チョコさん、アンナさん、呼んだよ、今イサ、ジュンジ、ポリエモン、ボーズ、韓国好き応援しな、おる、カズくん、ユッチョ、金魚、イワッチ、ユウ、ヒユウ、イサ、ベルジジズブーブー、アツシ、ニョッキー、アサヒナユウ、イサオノック、リュウオン、ナミドル、アンナ、アユミ、松田拓郎さん、たくさん、島、ひろみ、西やん、竹内先輩の父親、あら、ファラオさん、おとみさん、あげあげさん、ズゴットさん、まーさん、つるっぺさん、もっティーさん、つよぴー、あつし、ポリエモン、よしぎ、よしひろ、お、いいんじゃない、今日いいよ、た、ジミー、あ、読んだ、今日は少し読みやすくてとても嬉しいです。イエイ、ありがとうございます。めっちゃいい感じ。おーちゃんまたやってるの、って、そう、やってます。これいいね、楽しい。なんかこれやってたら毎日来てくださる方の名前とか覚えそう、嬉しい。ゆりかもめ、ノック、読まれた、幸せ、あら幸せ、イエイ、よかった。 RZV、 りょうさん、グー、覚える。あやかんさんだ、てるちゃんぐクリムゾンマッシュ、クリズモンス、クリムゾンスマッシュ、呼ばれたよ。来年まであの、え、ねえ、ツラタン、それは配信します、もちろん。しもちゃん、呼ばれた、呼んだ。パッション。呼ばれない、プロミスザスターさん。土の子。あ、リップついて、あ、これカエル化しちゃうやつじゃないの？カエル化しちゃうやつじゃないの？ドラゴン。もう皆さん何回も呼ばれたいんだから、また明日ですよ。明日か今日の終わりか。もう、まつび、
ストローについたぐらいでしない。え、そうなの。あら、嬉しい嬉しい、やった。ご飯作って聞き逃した。 K セティンさん言った気がする。呼ばれるたび幸せね。あ、そうだよね。じゃあその幸せが取っとく、取っとこう、取っとこうよ。逆になんでそれで、え、なんかいるらしいですよ。 SNS で見ました。こんなので、こんなのでカエル化されちゃうのって。って思った。メイメイ沼から抜け出せません。もう沼にハマっちゃったらもう沼沼だよ。沼沼。よ、読んだけど噛んだからもう一回。ベルゼブブ。よし、今日照明暗め、暗めかも今日。暗め、ここが多分照らされる位置。ハロウィンガッツのクッション、え、やったー、嬉しい。ギューしないと、ギューってしないと。メイミー沼って何ですか。もうここにいる時点で沼だよ多分。わからないけど、メイミーは自分で発光、え、できますできます。もう光ってる、もう光ってる、もう光光、もうキラキラ。なんか甘い、久々に飲んだら。え、混ぜてないからかな。久々に飲んだら甘い、びっくりした。甘いぞ、甘い。甘いぞマスカ。え、上手すぎません、びっくり。めっちゃいい。ももちゃんが話していたけど、昨日何が面白いのかよく笑わないのにずっと笑ったの。え、昨日なんだっけ。あ、そうなの。え、聞きました。何で知ったの、何で知ったの。もう面白かったよ。だって思い出したら笑ってきちゃった。思い出した、昨日ももちゃんとめっちゃ笑ったんだ。メールで来てたのか、メールか。なんかね、なんかめっちゃ面白かったの。なんかね、振り踊って踊る踊振り入れの時に、あの、なんかどうしても振りで、あの、見合わせるところがあったんですね。あの、なんかあの、じゃあこの子がももちゃんだとして、これが私じゃん。そしたらこうやって本当は反対側向いてるんだけど、こうやって急に向く瞬間があって、で、その時にあの、めっちゃ目が合うというか、目が合うし、なんか面白いんですよ、もう。とにかくなんかうまく説明できないし、多分そこの場でしか面白くないんですけど、でもなんか面白かったんですよね。なんかじわ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 来たの。変顔してないんですよ。なんかでもなんだろう、面白かった。おもちゃん今日赤いね。うん、私メイメイ、私メイメイだよ。私メイメイ、メイメイ、メイメイです。セボソツボっちゃうの、本当に面白かった。ゲル発動、え、もう笑いが止まらなかったと思う、その時。
あれメイメイ、いや私メイメイ、あれ私メイメイで、ももちゃんじゃないかな、ももちゃん色はしてるけどももちゃんじゃないかなまあたまにそう説明できない笑いってあるんですよ。そう本当に面白い。もう名前呼び、うん終わり、一旦終わり。さあ桃園のここはめいめい、いやあの分かってて、うまいもしかして入れ替わってる言いたくなっちゃうそれ、わかる。出かけてきても、あーまたね、ありがとうありがとう、またね。19期で一番面白いってカイリちゃん、なんかめっちゃ面白いんですよ。今日なんか私結構ビバースとかで今から何々するぬぬってつけるんですよ最後にぬ。なんかでもなんか私なんでぬつけたのかもちょっと私も分かんなくって、もう分かんないんですけど、でもなんかぬっていうのをつけたんです、可愛いから、デスピのピーみたいなその感覚でつけたんです。そしたらあのカイリちゃんとの LINE で一回ぬを使ったら、ぬって何みたいなわらわらって言われて、でそこで一旦話終わったんですけど、一旦話終わったんですけど、今日だっけ、あ今日か、今日だっけっていう今日なんか話してたらレッスン上で、そしたら「ぬ」って5時なのって急に言われて、え「ぬ」は5時じゃないって言ったら、あ違うんだ、あデスピンみたいな感じみたいな言ってくれて、めっちゃおもろかった。ぬを5時だと思ってるかいりちゃんがめちゃくちゃ面白くって、でしかも急に言われたから、あの何の話かと思って、ぬがぬな、ぬああ LINE のぬねと思って、しかもそのぬのお話をしたのが結構前なんですよ、一昨日とかもう結構前で、それを今日言ってきたからめっちゃ面白かった突然ぬを言われるっていう、会ってすぐ、そう結構すぐに言われたぬえー、時間めっちゃ時間差、一昨日ぐらいに話したんですよね多分。そうどうしたんだろうと思ってめっちゃ面白かった。なんかこういうのが多いんですよカイリちゃん、だから本当にいつもどんなことをお話しするのか楽しみ。ぬ、ぬま、あカイリ、そうカイリワールド大好き、本当に面白い。カリちゃんって普段から不思議、え、うん、もうね、いつも面白い、なんか、うん、な、何を、なんか急に、なんか本当にいつも、なんかこの日話したことが急に3日越しとか1週間越しで言ってくれるので、もうあれ、そのお話っていつの話だっけっていう、カイリワールドができて、いつも19期の中で話してる。あとよくなんだっけ、カイリちゃんがあのツイートしてたので、ツイートしてた、あポストしてた、なんだっけ、パラリンパカパカみたいなあ違う、パラリン間違えたなんだっけ、パカパカパカヒーンか、ヒヒーンだ、パカパカパカヒヒーンだ、そうあれがももちゃんと私でめっちゃ面白くって、そうパカ面白くって、本当にあのそれを最初にポストした日に会ったんですけど、すぐももちゃんと笑ってた。で「ねえ帰り帰り」って言って「パカパカパカ」って話してて、もう「やめてよ!」って言ってくれて、可愛かったもんね。で私たちはいつも
朝ツイートされる、あ、ポストされるかえりちゃんの擬音にいつも笑顔もらってます、元気もらってる。であんなに不思議ちゃんなのにさ、なんでもう素敵な歌を歌うじゃん、本当にびっくり。そう、しっかりしそう、しっかりしてるの、しっかりしてるんだけど、多分その反動でなってるのかな、わかんない。もう本当に大好き、かえりちゃんギャップ魅力、もうぜひ皆さん奥本かえりちゃんで検索してみてください。 X 弾き語って、めっちゃ上手じゃなかったですか、めっちゃもういいね連打しました。もう本当にずっと聴いてたい。今日も歌歌ってたけど、もうめっちゃいい歌、いい歌、いい、かえりちゃんが歌うから本当にもうより増す良さが、だからいろんな歌歌ってほしい。今度リクエストしてみようかな。ギターも一回直接私聴いたことあって、本当に好きなんですよね。そう、ギター弾けないからすごいって思ってる。ちょんちょこちょちょこちょちょ、私ウクレレしかできない。特等席です。リコーダーもできる。ネミは何か楽器、なんだろう楽器、ウクレレだけ。でも私フラダンスやってたので、ウクレレとなんかダンダダンみたいな、なんかそういうボンボンボンはできる。フラダンスを始めたきっかけは姉がフラダンスやってて、幼い頃からで私も見てやろうってなってやりました。10年やった。フラダンスをだって、わかんない、ちょっと難しい。 OK、 何、これどっちのお姉さん、どっちもしてた。10年やってました。でもそんなになんか私はなんだろうめっちゃ真剣にやったのが10年だけど、そんなになんか自信持ってできますって言えないかも。そう、お姉ちゃんの方がうまいから自信持って言えないの。フラダンス6段、段はないかもしれないです。フラダンス試合見せれる写真あったら、ある、もしかしたら見せれると思う。自信あるのは料理、そう、料理とお魚さばくことです。フラダンスやってる人に教えてもらって腰するかと思った。すごい、やったことあるの？難しいよね。私も難しい。でもフラダンスの10年やってたから なんか名残で、なんかそのせいでというわけではないんですけど、なんか体の使い方が本来のダンスと全然違うから、なんか難しかったです。アイドルダンスになれるのが、ずっとフラダンスをやってたから。結構癖強いんですよ。足が、そう、足結構大変、腰も痛いし、よく聞くヒップホップとも全然、そう違うんですよ。そう、10年もそう、めっちゃもう癖しかないんです。
リズムよ、そう、ゆったり、なんかゆったりじゃない、めっちゃウェーみたい、あ、これではないんですけど結構めっちゃ速いバージョンのやつもあります。上行けん、あ、どうしよう、上行けじゃないかな、じゃか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 じゃ、わからなくなっちゃった。ハワイ大好き、ハワイ大好き。早いフラダンス、なんかフラダンスとはちょっと違うタヒチアンダンスっていうのもやってた。おかげで愛する、嬉しい。ハワイで好きな食べ物ある？パイナップルパイナップルパイナップルがあれなのかどうなのかわからないんですけど、パイナップル。フラダンスできるのメイメイジッパー、え、そうなんですか、え、したい。パイナップル、パイナップル、パイナップル好き。あ、ロコモコ丼、あ、そういう系か、そういう系だったらあれが好きです。シュシュ、ん、エビエビエビ、ガーリックシュリンプピピエビ、ロコモコ丼、髪型をパイナップル、え、パイナップルの髪型ってあるんですか、してみたい、ぜひしたいです。ガーリックシュリンプ大好き、めっちゃ好き。なんかお母さんが好きなお店があって、それ好きだな、行きたいな。頭ピューン、え、もしかしてこういう系、こういう系、え、そうなの、もしかしてそういうこと。めいめい今日は巻き髪、そう巻き髪だよ、結構くるくるにしたつもりなんだけど取れてきちゃった。めいめいの夏休みって番組したい、したい。横刈り上げ、え、待って、やばい刈り上げやばい。ココイチのカレーは何から、え、でも私辛いの、ココイチで辛いの食べたことないですカリ揚げやばい、カリ揚げ結構やばい。ごちそうさまでした。ココイチ20から、え、ちょっとちょっと気になる、一もしたことないです。なんかもう辛いイメージしがあるので、やの食べたことないです。めっちゃ、絶対辛いよ。今日のご飯、あ、この後チーズ食べる、チーズ食べて終わり。うん、ミミは甘ま、うん、10辛どんぐらいなんだろう、ちょっと食べてみたい。四川麻婆豆腐食べたい。まつげかわいい、ありがとう。もうこたん、え、いけないですね、きっと。なんか私あの山椒とかそういうのは食べられるんですけど、多分本当にもううわー、もうファイヤーぐらいは多分無理かな。どうなんだろう、ちょっとあんまり食べたことないから、ね、わさびはまあ鼻スーってしちゃう好きな四字熟語は麻婆豆腐、あ、いいね、ちょっとそれひょあのめっちゃする、言おう。
豆板醤はいける気がする。担々麺いけます、多分いけます。唐辛子かな、多分。お寿司屋さんは全部わさび抜いてます。わさび絶対抜きじゃないと食べれない。でも最近ちょっといけるようになって、あのほんのちょっと、ほんのちょっといけます。ラーメンは何が好き？豚骨ラーメンかな。味噌ラーメンも好き。いのりこのこれわかんない、読めないですよ。なんとか、まなんとか。バリカタ、バリカタ。あ、福岡行きたくなってきた。油そばって食べたことある？一回だけあります、高校生の時に。一回だけあるある。マーラータン、これがマーラータンって読むんですね。マーラータンか、マーラータン、マーラータン、なんか今とても流行ってますよね、マーラータン。食べてみると塩ラーメン、塩ラーメンも好き。でも私は豚骨ラーメンが好きなんですよ。博多福岡の。おすすめのラーメン屋さんある？うわー、あるんですよ、あるんですよ、福岡にあるんですよ。多分結構知られてる方多いと思います。あるんですよ。なんだっけ、シンシンも好きなんですけど、あれ、あそこ福岡の方なら多分知ってる。一風堂、いや違う、長浜屋です。すごい、長浜屋大好きなんですよ。もうね、私長浜屋大好きすぎて、福岡行ったら絶対に食べるところなんです、長浜屋は。もう長浜しか勝たんぐらいめっちゃ好き。あの福岡にいるあのお友達にあの連れてってくれたことがあって、そこの行った時に初めて食べた、博多、あ、福岡でのラーメン屋さんが長浜だったからめっちゃ好きです。長浜屋どこの、なんか本店です、多分原点、本店本店原かな。替え玉する？しないけど、でも私ネギ大好きなのでネギを大盛りにします。本家かもしれないです。本店のインテノーシン、え、本店わかんない、原点は笑える。あれ、ネギをそうめっちゃ好き。ニンニクは入れない。ラーメン屋さんのサイドメニュー、明太子だし、わかる。そう、私明太子絶対、マジで絶対食べてます。でも待って、最近明太子食べてないな。元祖かもしれない。え、でもなんかあれ、ペイペイドームの近くだと思います。なんか近くって言ってもちょっと時間かかるんですけど、ペイペイドームからちょっと徒歩の近さではなくって車の近さだったら近いかも。元祖、あ、え、そしたら元祖かもしれないです。ペイペイドーム、え、多分ペイペイドーム近いかも。
調べたらアルバイト募集ありがとう教えてくれて行く途中、あ、本当よかった、近い、よかった。長浜屋と長浜家で違う、え、そうなんですか、それちょっと初めて知りました。なになに、教えてください、どういう違う、どういう違い、バリカタ派、バリカタ、絶対ラーメンはバリカタ、家系か豚骨、うわー豚骨、知りたがり、そうなんです、ジローだな、やっぱジローが多いですね今の時期な、うん、新潟ラーメン、え、私北海、あ、北海道じゃないか、新潟、北海道に近いですよね新潟、新潟もラーメンなんだ、え、何ラーメンが有名なんですか、好きなインスタントラーメン、うーん、なんだろう、なんだろう、ノーマルのスーパーヌードル、なんだっけ、名前忘れちゃった、名前忘れちゃった、スーパーヌードル、新潟と北海道だいぶ、え、嘘です、嘘です、嘘です、え、だって、え、待って待って、だってに、ちょっと待って、ちょっと待って、でもさ上の方ですよね、青森県のこの、ここですよね、青森県のここだよね、多分、あ、カプニョーだろう、そう、好き、あのちっちゃいの大好きなんですよ、ちっちゃいの、やばいやばい、ええ、そこではない、え、ちょっと待って、上だけど離れてる、ちょっとやばいかもしれない、ダメだダメだダメだダメダメ、この話終わり、この話終わり、助けて助けて助けて、え、やだやだ、ちょっと隠す、え、もっと下、やばいやばいやばい、ちょっと待ってちょっとなんか話変えましょう、やばいやばい、助けてよ、豚麺、そう豚麺も好き好き、うまかっちゃん、あ、うまかっちゃんも好きです、え、うん、ピーラーメン美味しい、ラーメン美味しい、ありがとう、話変えてくれてありがとう、助けて助けて、え、ちょっと私もうダメだ、仕事終わった、お疲れ様、札幌一番味噌ラーメン大好きです、もうおざます、うん、飲み終わりました、高菜、高菜も好き、高菜入れるの好き、私も、時は戻そう、デュルル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 ル、食べ物、そう食べ物のお話中、もうごま、そうなんです、もうごまかすしかない、階段もしてから高菜、あー、なるほど、確かに、そして言うの話はしていません、あの、出さないで、出さないで、出さないで、ダメラーメンバリカ、バリカタ、バリカ、バリカタ、バリカタ、トマト克服した、まだしてない、まだしてない、辛ラーメン食べたことない、めっちゃラーメンの話で盛り上がっちゃった、ラーメン
ーメン大好きピ。週に何回ぐらいトマトチャレンジ。おお、よきよきしましょう。じゃあ今から10時まで質問答える。質問答えるのだ。質問に答えていくのだ。熱っ、なんか熱くなっちゃった。面白くて今日のメロンパンおいしかった。今日のお昼食べた。きのこ幸福。え、きのこね、私もね、あれ綺麗なんですよ、しいたけ。オンラインは何日の何部。え、そう、皆さん聞いてください。12月21日の7部が今あの残りわずかまでもう少しだったんですよ。だからそこもおすすめです。おすすめおすすめおすすめで、11月23日の3部が今残りわずかなので、あとちょっとなの。ぜひ。豚と鶏はどっちが好きですか。鶏肉。犬と猫どっち派。犬。すでにありがとう、嬉しい。21日の12月21日の7部が残りわずかまでもう少しでした。で、11月23日の3部が残りわずかです。コメントありがとう。そう、一番古い記憶は何ですか。え、多分 2,3 歳の時の夏に長崎のどこかの海か湖で浮き輪で浮かんでるところが思い出します。ランドセルは何色。なんだっけ、何色でしたっけ。私水色、多分水色だった。海と湖は結構違う。多分でもなんか多分湖かな。 50m 泳げます。ボールペンとシャーペン、シャーペンが好き。完売と乾杯どっちが好きですか。完売が好き。息継ぎできますか。できます。今でも浮き輪使いますか。最近はプールに入っていないのでわからないです。お父さんに、お母さんに、お父さんにだと思います。運動会で好きな競技は応援。テニスの試合で何回勝ったことがある。ちょっと昔すぎて覚えてないです。でもあんまり多くなかったような気がする。でも同期の中では勝てた方だと思います。好きな花は、で、私っぽいのはひまわりで、私自身が好きなのはあれ、あーあれ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 だよ。もう待って、カーネーション、カーネーション、カーネーションが好き。一番苦手だった教科は数学。得意な教科は物理。今は苦手だと思います、多分。好きなアニメは、もうずっと好きなのはハイキューとクロコのバスケとウィンドブレーカーとヒロアカと呪術廻戦とかな。で、最近めっちゃ好きなのは、ハマってるのはブルーロックです。サンリオで好きなキャラクターはシナモン。好きな香りありますか。なんか爽やか系の香りです。五条とゲトウどっちが好き。うわー、
やっぱ五条ですかね。でもゲトウの声が好きです。配球誰が好き？私はあー剣本好き。日向と影山大好き。 50m11 秒。全にサッカーアニメ、なんか私サッカーはなんか私見たことなかったんですよ。でサッカー寒くなっちゃった。サッカーのルールも分からなかったから、なんかルールが分かるものしか私アニメ見てなかったんですけど、ちょっとあのジャケサじゃないですけどあのブルーロックって書いてある見た目のあのこの画がめちゃくちゃ好き で最近すごいよく街中でもブルーロックがあのジャックされちゃって、何この主人公めっちゃかっこいいと思って、そこから見始めました。ブルーあ 50m11 秒、あれ私12秒って言ったっけ、あれジャケがそうなんですポニーテールとツインテール、どっちが好き？ツインテール。何フェチですか？匂いフェチ。お姉ちゃんにしたいメンバー、お姉ちゃんにしたいメンバーさんは、でもずっと私がもう4月からずっと私のことを見てくださってるみゆさんがお姉ちゃんかな。お姉ちゃん的存在ですかね。オフサイドって何ですか？分かんない。今25度にしました。アイドルじゃなかったらどんな仕事してた？多分料理人になってたと思います。めいめい聞き変わる右、初対面のどこを見る？目を見ます。一日だけ生まれ変わるなら誰選ぶ？難しい。皆さんなりたいかも。一日ずつ42日。彼女にするならミヨンさん。ミヨンさん。同期でお姉さんにしたいのはももちゃん。好きな方言は水筒よ。過去か未来どちらに行きたい？未来。めいめいの聞く腕右。秋のパン大好き。ウケコありがとう。ソロコンサートやるなら1曲目。1曲目、もう1曲目はもうブチブチに、ね、上げさせたいので、最高かやとか、あとはなんだろう、でも私あれ始まるっていう曲好きなんですよね。春コンサートでの大好きなんですよね。あれすっごい鳥肌立ったんですよ。だからあれめっちゃ好きです。こんばんは。こんばんは。あれ本当にかっこよかったです。得意なもの。スティッチ。曲は歌詞と曲メロディーかな？どっちメインで聴きますか？なんだろう。結構メロディー気になる。
メロディ、うん、メロディが結構好きになって、で歌詞見て、あーいいじゃんってなります。なんか結構淡い系の曲好きです。なおありがとう。あ、もう3分過ぎてた、3分過ぎてた。メロディー派です。一緒で仲良くしましょうしましょう。安定の、そう、安定の延長。立ち位置は覚えやすい。私立ち位置は覚えられないんですよ、全然。なんか一緒に踊りながら動いてたら多分覚えるんですけど、踊るのを先にやって、その後にあの位置だと私もう全然もう覚えられないです。振りは早い方だと思うんですけど、多分3分カップ麺、あ、できるね、できる、食べたい。歌とダンスはどっち？ダンスかな。なんかダンスはなんか自分のなんだろう、見せたい角度とかめっちゃなんだろう、毎日鏡見て研究してるからダンスの方が好きかな。ダンス参考にしてる先輩はクラノーさん、ミユさん、山内さん、村山さん、秋山さん、愛ちゃんさん、かすみんさん、山崎さん、いっぱいですね。もう数えられない、いっぱい。え、もう皆さんなんですけど、もうなんかほぼ毎日ではないんですけど、あの先輩方のダンスを見てるとやっぱりなんか自分に足りないところがめっちゃ見えてきて、なんかうわーすごい、あの使い方私もしてみたいとかめっちゃ出てくるんですよ。けど実際自分がやると全然できなくって、本当にすごいなってすごいと思います。もう皆さんなんか今お名前出しましたけど、でも本当に皆さん全員です。うん、違うよ、あの名前出してないから尊敬してないとかじゃなくて、もう皆さんなんです、皆さんなんです。愛ちゃんさんって呼び方、え愛ちゃんさん、もうなんかいっぱいすぎて、そう42人皆さんです。 DD なので私いっぱいなんです。アイリーさんじゃない、え、なんかアイちゃんでいいよって言ってくださって、じゃあアイちゃんさんでって言いました。新劇場見学まだ見てないです。だから楽しみ。カイリーちゃん元気、元気だよ、分かれてありがとう。先輩とよく話します。卵焼き、あ、そうだ、そう、卵焼き、私卵焼き好きって言ってくださったので、明太卵でしたっけ、明太卵焼きでしたっけ、卵明太でしたっけ。愛ちゃんさんと私のハッシュタグ、何キャラを目指しても、え、どんなキャラですか私、逆に
あざとけ、あーなるほど、あざとさ、嬉しい。人と仲良く話すコツ、めっちゃテンション上げ。小宮山さんの用事見てる、嬉しい。最近小宮山さんとも話しててダンスを教えてもらってました。リアル、本当ですか。私もう全然あざとくないから、みんな、お笑い担当、あ、それかも、真面目かも、真面目だ、マジで真面目だ。お弁当で好きな具は、ウインナータコ、そう、タコさんウインナー、真面目、あれ、なんか私真面目じゃないみたいな、あれれー、真面目だよ、多分きっと真面目だよ。じゃーん、コーチいいね、いいね、ひまにー、赤いウインナーです、大好き。AKB のあげ、あ、です、あげ担当、いっぱいあげあげにさせる担当です。赤いトマトは赤いので攻めてきたね。そうだよ、トマトもだよ、苦笑い。ギャル超かい、ヒバリ、なんか買いました。でもね、どこだっけ、忘れちゃった。ゆきたんさんと買ったのです。いいねって言ってくれました。あげキャラ、じゃあ揚げキャラでいきましょう。かわいい、ありがとう。お話し会しか参加できないけど、もう来てくれるだけで嬉しいですよ。もうお話しできるだけで幸せちゃんなので、楽しみ。アギありがとう。韓国は楽しみですか？韓国好きだけど、韓国私行かないです。私はオンラインカラオケミーティングがあります。オンラインカラオケミーティング、入れ替わってる待って、面白い、めっちゃ今伏線回収みたいな。ツーショット行くよって、ありがとう。無音でギフティング、ハゲちゃん、ありがとう、ありがとう。初めいめいだけど何喋ろうかしら、もう任せて、私がもうあげしちゃうから、あげ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 、あれ応募したけど外れ、つらい、あれ絶対楽しい。メイメイと話すの緊張する、緊張しなくていいんです。もう私のレーンはもう皆さんもうめっちゃアゲしてくれるので、もし誕生日の方いらっしゃったらもう何日でも言ってください。誕生日ソング歌う、いっぱい歌うから。メイメイの高校でギャル多かった？多かったかな、そんなことないです。私の仲いい友達はちょっとギャル多かったですね。ミミィちゃんと喋りたい、喋りましょう、喋ろうよ、話そうよ。
待ち時間そうハッピーバースデー歌う。社務会は取ってすぐ。え、そうなんですか。え、社務会ってどういう感じなんですか。初すぎてわからないんですよね。今日誕生日。え、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアディア、ハヤトさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。で、これのあのボリュームが何倍もでかい方です。座るポーズ。え、めっちゃ早いじゃないですか。え、そんな早いんですか。え、悲しい。おめでとうございます。皆さん優しい、ありがとう。はじめに通称の手からちょっとお話。なるほど。え、悲しい。めっちゃ話したいのに、私多分話す気満々で、多分あの退場までついていくかもしれないじゃあ今からそれやります。あ、こんにちは。え、ありがとう。え、まず、え、何がいいかな。ハート。え、ありがとう、ありがとうこんな感じになる、多分こんな感じついてく短かったら短かったらついていこっかなそう、10秒ぐらいついていって、また戻ってきて、また10秒ついていくみたいな結構面白い。もう一度。あ、いいよ、任せて任せてあ、え、こんにちは、また来てくれたんですか。え、ポーズどうします。あ、チョンします。やった。あ、アクリルさん多分あるのかな。はい、チョン。え、ありがとうございました。え、この後私のレーン来てくれますよねみたいな感じ。うん私が剥がされる確かに。ついていく。どこかのお店目でもなんか私はもう結構嬉しいって言えるから、来てくれたら嬉しいです。完璧やないかい、ありがとう。確かにスタッフさんに止められちゃうかも。注意されたらおとなしく戻ります。抵抗はしません。気持ちだけ持っていきます。メール来た。あ、送った。こうやって今送信した。今というかさっき。自己しよくな、わちゃおらんてこうするで、こうしでちょっと面白いからやめてそう、まあ握手会の時はこうやって、え、来てくれてありがとうございます、え、また来てくださいってこうなっちゃうんですけど、多分わかんない、写真会って初なので何もわからないんですけど、こうやっていらっしゃるじゃないですか。で、ちょっと多分距離が、次の方と距離が多分あると思うんですけど、ここで「あ、ありがとうございました」って言ったら、多分ここがもう空いてる状態だから、多分いけるんですよ、こうやって。そう、だから短かったら続いてお話ししちゃうわかんない
さて どういう感じになるのかはその場でその場でのお楽しみなんですけど、それを確かめに来ていただくのもありかもしれないです。机が、え、ねえ、どれぐらいなんでしょうね、わかんない。そう、確かめるしかないんです。ウィンクちょうだい。もはや写メ会ではなくコントか。確かに確かに。耳入れんだけ中止、あ、ダメダメ、中止にはさせたくないのでちょっと控えます。もし注意されたら。スタッフさんツッコミ大変そう。今回丸テーブル、丸テーブルじゃないんですか。もともと何のテーブルだったんだろう。おすすめポーズある？うん、ツンツンかハートか告白の瞬間。制服の日はあの告白 OK なので、 OK というかもうどの日でも OK なんですけど、そう、見つめ合うは OK、 もちろん OK ですよ。制服の羽、私も好き。制服の羽広げ、風に乗り飛んでこい、この手伸ばして僕が受け止めてあげる。告白を。なんか作っちゃった。渾身の告白、本当に嬉しい。楽しみ、待ってる、嬉しい、やった。最初は横に並んで立ってメンバーに触らなければ大丈夫。なるほど。婚姻届は、はっ、もしかしたら追加しませんか。2部告白いっぱいだよ。もう楽しみだよ、嬉しいよ。その場で破る瞬間を激写。って、いや、ちょっと待って、断られたいのですか。なぬなぬぬぬぬ、それほんまですか。はがしさんに告白見られるのやだ。じゃあこっそりこっそりこうやって聞くから。婚約会見、面白い。魚をさばくポーズ、あ、めっちゃいいですよ。はがしに私じゃなくって。あれね、即興コント会場はこちらですか。もしかしたら。フラッシュモブでスタッフさん巻き込ん、ちょっと待って、フラッシュモブめっちゃいい、好き。めいめいは嫉妬深い、嫉妬深いよ。実は一緒に小池歌いに行って、あ、もうぜひ小池歌いましょう。あの、もし断られたいって方がいらっしゃったら言ってください。事前にあのウィバースでも良いので断られたいですって。見つめ合いポーズ OK。 おもた登場。あ、手挙げてる、了解、受け入れられて、オッケー、了解。幼女、そうですよ、幼打ち合わせ、睨まれたい。頑張って睨む。ツンタイは覚えてないです。どうしよう、神っぽいポーズ、神あげってことですか。
ミボイスで誰かを判別、名前見えるので誰がコメントしてくれたか分かります。でも多分あのこのショールームのコメントの名前とか X の名前とかウェブアースの名前とか統一されてないとちょっと覚えられないかもしれないです。明太ポーズよきー、ハートもありだし、あとはこうやってやるのもありだし、あとは何でもあり。でもなんか持ち物みたいなのはちょっとわからないです。何が良くて何がダメなのかっていうのはちょっとよくわからないので、あの、はい、ちょっと聞いてみます。もし質問があれば。はい、ちょっと私塩対応はちょっと難しいちょっとので練習します。練習します。頑張って塩対応、あ、塩対応されたい方がいらっしゃったらね。基本は大好き大好きなので、あ、まあ、はい、任せてください。ミミとリョウも待っているよ。豚骨ポンコツではなくって、塩ダメ。もう何でも当てはまっちゃう。面白い、みんな毒舌対応、あー、できるかな。頑張るです。何歳ですか？19歳。替え玉今回は持ち込み、あ、不可なんだ。持ち込みたい人はピンポンを頑張るだそうです。皆様あまためいで任して。ショールームでは塩と、え、どうしてよ、塩じゃないのに来た瞬間に帰れって言われて、え本当に帰らないでいてくれるなら、あの小声で最初に言ってください。そしたら余裕頑張る。私は砂糖。ハート持ち込みも、あ、キャワタン嬉しい。帰るはどき、待ってどうして嬉しいの。定期的にポニーテール見せてくれるのめっちゃ嬉しくなる音だと思わないでね。あということは楽しい、ありがとう皆さん。いや楽しみだな、会えるかな。バナナ好き。あ、一時期めっちゃ朝ごはんバナナ食べてた。チューンされたくらいじゃお礼直さないもん。なんだ、制服の日はファンの人も制服で。おお、確かに仕事用のスーツとかね。確かに味噌が好きなので味噌対応。え、ちょっと待って、味噌ってことは濃厚甘対応ってこと。遅れた、ごめん。いや全然だよ、ありがとう来てくださって嬉しいだけ、ありがとう。こんばんは、ワンワンワン。スーツ。ミミ学ラン、学ラン着たことない。なんだろう、どんな感じなんだろう。実際にあったらフリーズです。え、しない、大丈夫、私がフリーズから解除してあげる。スーツ見てみたい。にゃー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 。
メイド服はどんなやつを着るの？なんか可愛いやつなんか色も変えます。色も変える。自己紹介した方がいいかな。え、してくださった方がわっってひらめきます。あれ頭、そうヒバニーつけた。変えます。あの日にちによってあります。ハロウィンクッション取る。でかっ、え、大きいんですか。すごい嬉しい。大きいの。名古屋祭りでメイちゃんにハマってしまう。え、うん、嬉しい。やったー、楽しみ合えるの。ワクワク。メイメイも好きなので並んで大丈夫かな。え、もちろんですよ。もうだってもう来てくださるのが本当に嬉しいから、もう来ていただけたら嬉しいです。もう気持ちが嬉しいですからね。そう、こちら今日明太。え、何それ、愛じゃん。嬉しい。明太子ハマった。嬉しいな、ありがとう。え、もう10時半だって。じゃあもうそろそろ終わる。練習しないと。頑張るだ。ファンの人どうやって、え、いっぱい来てくれた方とか、あと、でもめっちゃ覚えやすいので、私なんか印象的な、なんか変な言葉って、あのちょっと違う、なんか例えばめっちゃ元気のいい方とか、あとはあのじゃんけんしましょうとか、あとはあだ名つけてくださいとかの方とかはすごい覚えます。でも頑張って覚えます。いつも名前なんて言うから覚えてって言ってくださったら頑張って覚えてます。変な言葉ちょっと間違えたでも基本全員覚えてるです。私まとめ出しとループを、ループの方が覚えやすいかもしれないです。覚えるの早い。なら覚えられないようにモブをと、え、なんでよ。メイメイ電車やった。メイメイは認知めちゃくちゃ早かった。え、そう、私早いの、すぐ覚える。ワイシャイでしたわ。え、じゃあ私がいっぱい話してくれるようにぐいぐい行く、ぐいぐいお話しする。めっちゃたくさん聞いてよければめっちゃ聞きます。もう覚えられたのでメイメイかな、あ嬉しい。グイグイいいな。え、グイグイ言ってるじゃないですか。デスピノートに何人くらい書いてある。え、もう結構書いてるんです私。めっちゃ書いて、もうだって3冊目いきましたもん。忘れられないように頑張る。忘れない。メイメイにグイグイ来てもらって、任してくださいよ。で、デスノートじゃない、デスピノート、なんかファンの皆さんのお名前とか、この食べ物好きとか書いてある。
デスノートじゃないです。私のファンの皆さんのことを覚えるノートです。合計で何人、数えてないです。いっぱいで、いっぱいなの。そこに乗れるように。あ、私はどれだっけ、この間ちょっと前なんですけど、ビバースであのデスピノート書く時間があって、そこでファンの方のなんか好きな食べ物とか言ってくださって、それをメモする時間があったので、そうそう、もし書いてほしいだったらもう言ってくださったら書きます、いっぱい。あとお話し会とか握手会、写真会の前日の夜にポストするんですけど、その時にあの明日来てくださる方コメントしてくださると嬉しいですって、私いつも前日か直前にポストするんですけど、そこで書いてくだ、あのコメントしてくださった名前、お名前と X の名前とあと南部って書いてくださった方は書きました、書いてるから、もしウィバース撮ってないよって方いらっしゃったら、その私がポストするときにコメントしてくださったら嬉しいです。ファンモデル、いやー全然なの、好きでしてることだから。南部まで言ったらなんか、南部書いてきてくださったら、あ、この部来てくれるんだ、よし楽しみだって言って、お来てくれたって言ってできるから、そっちのあの部も書いてくれた方が嬉しいかもしれないです。 X じゃなくてウィバースで行く部を、前日か直前にポストするので、そこのコメントに書いていただけたら全部行く、楽しみ、嬉しい、ありがとうございます。そう、次ビバースでそれやるのはまだいつしようって感じなんですけど、ビバースもメモ取りできて、ありがとう、嬉しい、ありがとう。どちらかで、どちらかで大丈夫、嬉しい、ありがとうございます。皆さん、リバース、ウィバースです。ビバースっていう私と一対一でお話できる、一対一感覚でお話できる DM があって、そう、それはそうなんです。調べて、ちょっと私説明が苦手で、お知らせだったら、リバースは Q ですね、はい、ドボンですね、ドボン、ドボンでございます。リバースしてみる？メイメイルに返信、グッド。リバースしてみる？メイメイのリバースが一楽しい、あ、嬉しい、もっともっと楽しませちゃう。あ、なお、ありがとう。あ、そうだよ、もう私お話が楽しすぎてしちゃうんだから。メイメイボイス待ってます、待っててください。リクエストあったらドボンのやつ音声送ります。夜中もとください。え、夜中送っていいのか分からなくて、いいんですか、大丈夫なんですか、皆さんも。だってあれだよ、うるさくなっちゃうよ、私がウィバース夜中やると。ボイスがこのカードじゃ上がれないね、上がれないね。次次次行こう。ドロースリー本当に私ドロースリーって言い方ができなかったんですよ、本当に面白い、あ、懐かしい。
このお話多分めっちゃ初めにしました。ヘッドロンズもう本当に私ゲームがそもそも分かんなくって、ドロー3とかドロー2とかよく分かんなかったんですよ。ドロー何ドローって初日ぐらい、あ初日か、そうなんかドロー2ドロー3みたいな、もう分かんなくって、本当に何も分かんない状態でこのボイスを撮ったんですけど、その時にドローの言い方が分かんなくて、ドロー2みたいな、本当はドロー2じゃないですか、なんだけどドロー2ってずっと私言ってて、そしたらそこの監督なのかな、その場の担当のスタッフさんにすごい笑われてめっちゃ撮り直しました。ドロー2ですよみたいな、ドロー3ですみたいな、でしかもフッドロー2みたいなあるじゃないですか、フっていうのが、でフでもう笑っちゃって、もう大変だったんでしょう。そうイントネーションちょっと難しいと思って、だから多分ちょっとドボンのドロー2ドロー3はなんか変かなと思います。リバースしてみる？今がドボンの時ああ懐かしい。ほぼ最初、もう1回目だと思います、1回目のお仕事、多分そう1回目、似てるねって、本物なんですよ本物なんです、一応そうなの。容赦なくドボンしました、ごめんな、いいんですよ、もういっぱいいっぱいドボンしてください、私もドボン返ししちゃうから。本人登場、次行こう。本物だった、本物ですよ。じゃあスクショタイム、ドボンなくねえ、悲しい、なんで会えないの、会いたい、いっぱい時間やってたら会えるかな。今日もバイキングライズやったらドボンやろうかなって思ってます。ドボンポーズってなんだろう。じゃあドボン、これドボンで最強のビジュアル、嬉しい。あ、じゃあちょっとリップ塗っちゃおう。バリ方トクちゃんも一緒に、あ、いいのかな、出してこんな感じムキムキ、プロテインでムキムキ。あ、じゃあちょっともうゴミ入れちゃったけど、ムキムキ、うたたた50回できそう、目線ください、辛ラーメン辛い、本人登場のポーズ、
今バイキングランス今どんな感じ？今めっちゃ戦力上げてる、頑張ってます。今チャプター16まで来ました。剥がされるメイム、50m 11秒ポーズ、もう寝てるって感じ。告白を断ったポーズ。ごめん。ももちゃんと間違えられた意味。ぐい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 。告白成立した時のポーズ。ハートポーズ。こんな感じかな。惚れましたポーズ。うーん、夢にミュウさんが出た時のリアクション。長浜ラーメンポーズ。君が好きだ。ラビット。実はももちゃんでしたポーズ。19期ポーズ、19歳のポーズ。うすごい。これ19期ポーズね。19歳は でした。ありがとうございました。スクショタイム、イエイイエイ。ヒバニー今日まつげ、まつげいい感じで気分上げ。あげあげでめっちゃあげあげ。それでは読んでいきたいと思います。13位、ミキハルムキさん、ありがとう。今日も来てくれたの、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ラブー。12位、はやりんご、はやりんごさん、ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。11位、ハゲをメイ沼にはまらせた、はめたい勇気。ねえ、ウィバースってもう見た、ありがとう。ありがとう勇気、ありがとう。10位、マロシャン、マロシャン今日もありがとう、ありがとうございます、イエイ。9位、ピースの星さん、チラチラチラ、ありがとう、チラ見えてたよ。ありがとう。7位、リュウオン、
ありがとう。りょうありがとう。あ、この手つる。この手つる。ありがとう。ありがとうございます。6位。めいちゃん、めいちゃん、ありがとう今日も。ありがとう。嬉しいだけだわ、もう本当に。ありがとうございます。もうまたね。バイト偉い。ありがとう。ひろーん、ひろーん、ありがとう。安心してね。もう覚えてるから。安心して。ありがとう。4位、カズくん。カズくん。カズくんは塩じゃなくて甘々。ありがとう。ありがとうございます。3位、りょうさん。アフレストライカー。ブルーロック出てる。そっか、見てるのか。嬉しい。ありがとう。え、8位。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあエイジ、エイジに、じゃあ何かしよっかな、何がいいかな。じゃあエイジのしてほしいポーズ。泣く、ごめんごめん、本当にごめんなさい。エイジのポーズ、やってほしいポーズして。どんまいごめん、どのポーズ ?2 個する。何かな、あまあま、あまあま、じゃあ、あまあまか。じゃあ今からカメラ見るからずっと見ててね。どうかな？甘め。どうも、あともう一個。いいですね。かわい、ありがとう。もう一個。90点、100点がいい。100点がいいな。ある、あるかな、あるかな、考えちゃうかな。今そういえば前髪切った、めっちゃ切った。でも今伸びてきた、絶賛伸び伸び中。ラブラブポーズ、じゃあハート作っちゃおう。ハート、うん、あ、こうだ。うん、イエーイ。ありがとう、ありがとう、エイジ。近い、近め。いつもより近め。ありがとう。いいんじゃない、最高、よかった、ありがとう。ごめんね、飛ばしちゃって。ありがとう、ありがとうございます。りょうさん途中だったかな。アフレストライク、ありがとう。サッカー頑張って覚えます。2位、なおくん。なおくん、ありがとう。途中ハロウィンのやつ見えたよ。ありがとう。に、ありがとうございます。ありがとう。神だよ。よかった、エイジ。ありがとう。なおくんもありがとう。コメントできてるかな？明日も誰か飛ばれ。
その振りにしちゃう。1位、ハゲー、ハゲありがとう。今日も1位だよ、ありがとう。ハゲハゲは来てくれるのかな、確か来てくれるって言ってくれてたよね。楽しみ、ありがとう。ハゲありがとう、ありがとうございます。呼び捨て、頑張って今慣れてる中です。米印ありがとう。もう笑わない。ありがとう。今毎日来てるんじゃない、ありがとう。呼び捨てファンタジー、ありがとうございます。本当にありがとう。おいしいだけ。初見ね、初見の方驚いちゃうね、ごめんなさい。これは沼ってる、あ、沼ってるかな、じゃないのイントネーション、あ、これはある方の、はい、では65位の方、ショートさんで合ってるかな、ショートさんで合ってる。ショートさんありがとう、この間のもありがとう、覚えてるよ、ありがとう。2時間配信、え、もう2時間してた、え、そっか、もう2時間してた、あれれあれれ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 れ、もう2時間もしてたの。もうお話が楽しいんだから、ありがとう。え、ね、超早い、超早いよ。大丈夫、みんな眠くない、大丈夫。ではランダム一人行きます。83位さん、83位のおとみさん、おとみさんありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。本当に嬉しい。ランダムじゃあもう一人、51位、ただちゃん、ただちゃんありがとう、ただちゃんさんありがとうございました、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ただちゃん、じゃあ58分まで、めっちゃスピーディーのお名前呼びします。あ、やばい、あと1分になっちゃった。ちゃんやななのおじさん、アッキーさん、お、ミキさん、鈴鹿さん、ロミア、シマ、山田、アツシ、カズくん、トニー、さあ、あ、早くなっちゃった、リュウン、カズ、ミちゃん、ユチチ、ヒローン、チュウ、ノボちゃん、リュウ、ユキ、ユチチ、お一人様、タルユキ、ソーマくん、泣いてる、どうして、カズくん、ユヒヒロ、ミオン、シマコトさん、イソクリンさん、パパン、ヤマダ、カズ、ユミちゃん、プリエモン、ウジギョン、ボーズ、ワーさん、マコちゃん、ドレカン、マロン、アヤカンさん、タハさん、オレンジさん、ブライアンさん、シャンヤンさん、リョウケン、タハ、チョコ、リックン、アーニャ、カズくん、ソウン、プリエモン、マクト、ロンリーボーイ、ウジギョン、メイ、ハマチ、ノブタ、セキさん、ユキ、ロメアさん、エイジ、シグル、ナミ、マッキー、ヨシヒロ、ガイア、シロクマ、メイメイのシロクマ、オッケー、トモ、ヨシヒロ、メダル、メダル、メダルさん、プリエモン、シマ、ミキ、
大空翼のんたロンリーボーイガヤノーティーイソクニサンタ花道メガミン十字ヒユイナッチスグルみっちゃんシカマル十字ヨッシーハリケーンハリケーンハリーケン梅こぼちゃ息切れ息切れだよ。あゆむてるちゃんぐ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 坊主ティン、トニー、そうまくん、ふじきょん、ゆうき、しま、よしひろ、のりてつ、かずくん、やーん、あっ、ちょっと延長しちゃった。ありがとう。ありがとうございます。楽しかったです。2時間もありがとうございました。もうね、本当にね、楽しい。これ多分皆さんも嬉しいって思ってくれるから嬉しい。宮島かな初誕生嬉しかった。あーこちらこそありがとう。呼び捨てお願い。ドラールチャンスだよ、チャンス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 クリムゾンスマッシュヨッシートニーマーさんよしひろ呼びしてください。さん付けください。しまんさんここへここへだここへ今じゃゆりゼータゆーてぃゆーてぃさまつけてください。リュックさまのぶたゆちいちみおしまことえいじえいじ満足よかった。今日は仕事だったのでタイムだったよってありがとう。ボーボーって呼んで。ボーボー明日も仕事頑張ります。ありがとう。声がいいの？どうして？まさのり後輩のお願い。りょうさん牧野風おーちゃんガイア後輩がいいの？なんでみんなびっくりだよ。大声リュックノーティーよちいち小声を大声で。どういうこと？サンタ花道もう一回見ようしまことめぐちゃん毒舌で読んで。どういうこと？難しい。中地呼び捨て OK。 中地ねハスキーハスキーポニーテールサイクじゃねえやじゃねえや。いざくにハム指してくれる。ハム太郎くん今日も一番かわいい。好き。うーんありがとう。幸せちゃんでした。今日もありがとうございます。もう話す時間がこうやって毎日できて嬉しかったです。ありがとう。また明日もこのタイムやるから。今日ね充電しながらやってたんです。今日もマジ本当に今日めっちゃ頑張ってました。めっちゃ頑張った。携帯ありがとう。私の携帯ありがとう。これは毎日しようかな。明日もやるから。うん
明日も今日よりちょっと遅くなるかもしれないで、10時半か10時かな多分。携帯サンキュー、サンキュー、サンキュー。最後に噛まずに、そう噛まなかった。明日はレッスン、今日、そう明日は1日中レッスン予告、うん。でもね、ちょっと何時に終わるかね、わからないから、だいたい10時か10時半ぐらいと思っていただけたら嬉しいです。ちゃんと、うん、ありがとう、ありがとうございます。そう、明日も早いの。ありがとう皆さん、ラブ、夜配信、そう夜配信ありがとう。またね、まだ寝ないけど、おやすみなさい。ありがとう。